面白いメッセージ聞こう。面白いメッセージがあるそうなんで。ちょっとじゃあこれ聞きましょう。マッチです。やめてくれ、一回止めよう。ちょっと待って。一回止めよう。ちょっと待って。一回止めよう。大丈夫これ。大丈夫ね。びっくりしたけど。びっくりした。いきなりだけど。ちょっと待って。これはもうまたやっぱある意味、列島増えるかもしれない。どうですか？気になるでしょ？気になるでしょ？気になるでしょ？ CM 入るところ、今 CM 入れてくださいよ。今ですよ。CM またぎますよ。いやー、いますね。あ、言うたか。こら！最悪やで、こいつ。先週の容疑者がどこ行ったんや。ゼロのもう。なんやねん。むちゃくちゃやで。おいしい。いや。もうこれで夜聞いてる方はもうタクシーの運転手さん目が覚めましたよ。面白いメッセージ。もう一回聞こう。もう一回聞きましょうか。もう一回聞きましょう。お願いします。マッチです。ギンギラギンにさりげにくのマッチです。大輔はん、なおちゃん。はい。おはこんばんちわきまゆみ。はい。騎士団のですね、綾小路クソマロでございます。どうも。さすがやな。ね、まあね、今回ですね、マキシマムザホルモンからね、ストライドの CM を奪ったですね、私、騎士団のね、綾小路富田でございますけどね。いや、本当にね、リスナーの皆さんはですね、そんな風なイメージないかもしれないですけど、実は我々騎士団とですね、マキシマムザホルモンはですね、デビュー前から非常に親交が深かったというバンドなんですね。本当にですね、下北沢屋根裏とか、本当小さなライブハウスで一緒にしのぎを削り合った仲間でもございますね。本当ね、なおちゃんとはですね、特にお互いどんなバンドやってるかも知らない頃に、西荻窪にちょっとこうロカビリーバーみたいなのありまして、そうでしたね。そこのまあお互い常連ということで、まあ共通の友人に紹介してもらって、なおちゃんとバンドやっててドラマーなんだよ。めっちゃおもろいやん。こっちのショーっていうのもバンドやってて、へーなんて言ってて、でも実際ライブハウスやったら、あ、マキシマムザホルモンだったの、あ、騎士団だったのみたいな、そんな出会いからね、スタートしてるんですよね。はい。だから本当あの頃のデモテープとかね、僕今もダビングしてヤフーオークションでね、そこそこの値段で販売してるんですけどね。いや本当ね、当時からもう光るものがありましてね。嘘つけ！嘘つけよ！まあだから今日ここではなんかちょっとね、僕からしか知らないそのマキシマムザホルモンのここだけの話みたいなのあったら話してくれって言われたんですけどね。特にない。そうですね。まあかつてまあ大輔藩と僕はもう本当にね、犬猿の中で作り話半端じゃない。もう土手で殴り合ったりとかですね。だからまあ歯とかもね2本ぐらい折ってるんですけどね。もう本当アウターでスキッパッできたんですよ。何のくれ合い飛ばし合いでね。顔に唾吐きかけまくるみたいな、そんな中だったんですけどね。いつしかお互いのこう力を認め合ってですよ。なんかね、もう向こうもね、しょやんね、俺ももともと大輔はんだけど、もう今じゃはんみたいな。いや大輔の方来いよ。感じで呼び合う仲になったんですね。なおちゃんはですね、これを本当話していいかどうかわからないんですけど、まあ実は2回ほど。したことがあるんですよね。いやだ、3回なんだけど。大体とか言えや。ここだけの話。大丈夫、ヤフオク明日の。ヤフオクあえてですね。大丈夫、ヤフニュース。とにかく首を絞めてくれっていうことをやたら言う。危ないやつ。これね、なおちゃん。もうとにかく首絞められないといかないっていうね。雰囲気を持ってるんですよね。これはすごいね。だから僕なんか怖くなっちゃって、それで3回目の呼び出し受けた時にはね、着去したんですけど、怖くなっちゃって、いつか殺しちゃうんじゃないかって思ってね、まあ本当にね、可愛いですよ。本当に首絞めてくれって言った後にね、爪でシーツをキュッてやるんですよね。そういうね、関係ですね。まあこれが本当今日ここだけでの話なんで、もうぜひともリスナーの皆さんは他言無用でね、お願いしたいなと思ってますね。まあそんなわけでね、まあとにかくマキシマムザホルモンのね、本当こう快進撃をですね、本当非常にねこう我々ね昔からの仲間としてはですね、大変妬ましくね思っております。本当とにかくねなんかメンバー不祥事を起こさないかなとか、本当心からね祈っておりますよね。さすがやな。そしたらもう一回なんか仲間になれるみたいな感じ。お前の方が先に言っとる。地獄の底で待ってます。マキシマムザホルモンの皆さんね、本当にね我々がもう手ぐすね引いてね待ってますから。地下でね。地下おらへんやんけお前。高層マンションの上におるやんけ。売れなくなってほしいなって心から思ってます。はい。そんなわけでね、まあ僕もねいろいろやってますんで、もう告知なんかもちょっとうっかりさせていただければと思うんですけどね。まあこの後はですね、はい、まあなんていうんですかね、ちょっと女性と合いびきをする予定でございます。なので詳しくは言えないですからね。そんなになんていうか分かりやすい美人ではないんですけど、いやもうええよその話。非常に気立ての良い子ですね。いやもうええよもうそっちの話ばっかりや。なんていうかそうですね。まあ。僕のためにまあ役所勤めなんですけど、僕のために多少の横領などもしてくれるという女性なんで大切にしたいなと思いますね。はい。あとは多少の横領。あとはこの後はですね。この後は特別リリースなどももう決まっていないっていうね。ないんかい。もうレコード会社からもこう干されてる状態ですね。いやいや、やかんやん。まああとはそうですね。9月に騎士団万博っていうのをやる予定ですね。はい。こちらのマキシマムザホルモンにも出てもらえないかなとは思ってるんですけど。おい、誘ってよ。ちゃんと誘って。まあね、なんとなくこう敬遠されてる感じがあるのも。してない。一回も声かけてくれへん。してないわ。一回も声かけてくれへん。ちょっと前向きに検討しておいていただければなというふうに思ってますね。そんだけでね、本当とにかくね、皆様のお耳を汚して大変申し訳ございませんでした。いやいやいや、本当にマキシマムザホルモン応援してますし、すごく誇らしく思ってますよ。またどこかで一緒に共演できたりとか。いや、ぜひぜひ。まあ、その前に、どっかで、久々ゆっくり飲みたいですね。そうやね。お店行きたい。ロカビリバー、ロカビリバー。最近会ってないからね。大好きなのは、たまに会う感じするけど、なおちゃんとは未宿で飲んだ以来、池尻だから未宿で飲んだ以来飲んでない感じもするもんね。はい、そんなわけでございまして、まあつうかメールするわ。メールして。それではですね、本当にどうもありがとうございました。ね、最後に一曲ね聞いていただきたいと思います。マキシマムザホルモンでつめつめつめ。それでは次こそスタジオに遊びに行きたいと思います。何のコメントなんこれ。綾小路肉まろでした。毎回違うやん。なんなんこいつ、もう金払いたい。これなんで告知なし。告知なし。何しに来たの。何のキャンペーンで来てたの。ツイッターの本のやつね。すごいな。すごいな、ちか。やっぱさ、面白いわ。さすがですよ。もう、タレントさんですよ。やっぱね、昨日聞いたことも言えるし、面白い。誰もが嫌がらない感じの。なんでしょう。本当に。面白い。ロカビリーバーの常連じゃないですけどね。でも、ロカビリーバーであったら本当ないもんね。そうそう、多分ロカビリーバーで。共通のバンド友達がおって。スニーカーズの孝太郎ですよ。誰がわかんねんっていう話かもしれないけど。あれだよ、うちらのツアー行くのに、その時うちらまだ車を持ってなかったから、スニーカーズの機材車を借りるっつってハイエースを借りに行ったのよ。で、私はスニーカーズのその機材車を借りに行くっつったら、そのスニーカーズの孝太郎が、今、西荻で飲んでるから、そこに止めておくから、そこに取りに来てくれと。それで行って、行ったら、友達いるから紹介するわっつって、紹介されたのが、翔やんだったの。その時からもうめっちゃ面白かったもんね。なんでもないんだよ。飲み屋でなんでもないのに、隣の女の子を全然知らない人を口説いてんだけど、その時から言ってたね。確か。俺と一緒にオレンジロード走らねえかとか、ピリオドの向こう側とか言ってた気がする。めっちゃ面白くて、腹よじれて、うわ、いや、面白い人紹介してもらったわ、つって、じゃあ機材車借りてくね、つってありがとう、つって。で、多分その後もあったのかな、返した時も。付き合った時はもう多分騎士団とホルモンとして対バンで会ってんだよね。もうだからお互い全然お客さんいないんですね。全然いない。それこそ下北のやりなとかもそうだったしね。そう。だから本当だよね。だから俺らがライブやってる時に客席でその岸さんのメンバーがね。そう。まだキシーズはいたよ。その当時からやっぱり。まあそれなりにいたけど、まあ言ってもでもそんなにはいない。今と比べたらでもほんまに。うん。うちらの時もうちらの時の客席が数人のキシーズと。岸田のメンバー。そうそうで、岸田の時が、まあ、数人の岸津とうちらっていうぐらいな、ほんとそのレベルだったよね。だったね。もう、ますます、例えばほら、なんつうの、うん、まあ、芸風って変やけど、ああいう感じ、スタイルは磨きかかってるけど、ね、基本的な軸はもうずっとあのまんまやもんね。ずっとぶれてないね。で、周りがどん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 注目していって、そう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 。どんどんこう、知名度が上がっていってる感じだよね。ねオナニーマシンと一緒にね、いろいろ。井ノ間さんと絡み出したぐらいからね、ガンガンやっぱり、あの人が業界人だったから、業界の人が目をつけてくれて、やっぱね、そういう面白い人っていうのは、やっぱこうやって、行くんだなと思って、こちらこそ誇らしかったです。こっちがだからもう。なんか不祥事起こさないかな、不祥事起こさないかな、っつって。したら、ね。オズマさんですか？お知り合いの。なんかね、いろいろありましたけどもね。ねいや。ねおかげでした。もう見てますよ。だってさ、矢島美容師ですかだから世代なんかもう、少年なんか私の、永遠の17歳ですけど、多分私の1個下ぐらいの年齢じゃないですか。一応永遠の17歳ですけどね。そう、永遠の17歳ですけどね。いや、あの人は本当に面白い。ずーっと話聞いてるもんね。だから、ほっと面白いんだよね、もう。全然さ、だからさ、こういう場だから面白いんじゃなくて、普段が面白いから、もう話ずーっと聞いてるもんね。だから、例えば。黙っちゃうもんね。ほら。ね、これラジオ聞いてる人とかだと、例えばテレビとかでね、うん、見ると思うけど、あのまんまですからね、うん、基本が。すごいよ、やっぱあの人は。本当に、根っからのエンターテイナーやわ。そうそうそう、根っからのエンターテイナーで。うん。ええ加減にせよ。ほんまマジで。ねえ、大ちゃんちょくちょく会ってんだ。ちょくちょくでもほんと年に1回ぐらいで。あ、ほんと？うん。たまに、年に1回会うから。OTK。OTK。ほら、スカルシットのね。うん。人が一緒に服屋さんを一緒に、昭和のブランドを一緒にやってんだよ。あ、そうなの？それでなんだ。そうかそうか。そうなんですよ。いやーね、新宿足部の楽屋で昭和の赤色の学ランを着させてもらったのが懐かしいですよ。写真撮っときゃよかったなと思って。今思えばな。昭和の本当一番初期の名刺とかも残ってないかな、どっかに。騎士団のデモテープ、それこそうちらもあるんじゃない？あるあるある。あるよね。その時から小路翔ってなんかこんな超かっこつけた名刺配ってたもんね。その当時なんか誰も名刺なんてさ。なかったのに。しっかりしとるで。だからすごいわ、やっぱり。うちらの初めてのあれじゃない ?CD。多分一番最初に買ってくれたの、ヒカルくんじゃない？ヒカルくんやと思う。翔やんの横に踊って、ね、誰もわかるよね。ヒカルくんが多分うちらの初めて CD 一番最初に買ってくれたの多分ヒカルくんじゃないかな。初めてその CD がうちらのとこに来て、売りましょうって言った日が対バンが騎士団で、うん、もうヒカルちゃんが俺買うよとか言ってすぐ買ってくれたんだよね。ありがとうっつって。そう、ヒカルちゃんが一番最初に買ってくれたんだ。そうだね、すごいよね。毎回だから勉強になってますよ。価格のなんか語呂合わせとかね。勉強になってるってまあね、ムツゴロウ価格とか言ってるもんね。だから毎回やられるもん、騎士団のなんか発表するために、うわいだーって言って。ね、いやいや、またでも本当に騎士団万博ですか？呼んでくださいよ。一切声かかんない。ねえ。なんなんですか？一切声かかりませんよ。我々は木更津に行っちゃいけないんですか？いけないのか？東京湾渡ったらダメなんですか？まだそこまで達してないですね。ダメですか？まだ。やっぱ、岸田さんのアンテナに引っかかるように、うちらもこれからも活動ちょっと頑張らないと。ね。まあでもまたね、ちょっと。こんばんちわきな。こんばんちわき。いやー、綾小路翔これも結構好きだったな。結構好きだったね。ああ、面白いわ。小路翔結構好きだった。あの感じな。ねえ。面白かった。いやー、ありがとうございました。